石田修造9月21日から1911年9月16日は、明治期の日本画家。横山大館、下村勘山と共に、岡倉天心の門下で、明治期の日本画の革新に貢献した。本名は佐団寺。王将君図前方寺八1874年、長野県稲郡飯田町に、旧飯田藩市の菱田生地の三男として生まれた。八百九十年、 東京美術学校に入学。春草は、美校では大勘、関山の一学年後輩にあたる。美校で主は仮の派の末裔である、橋本画法であった。春草は大勘、関山と共に、当時美校校長であった、岡倉天心の強い影響下にあった。1895年21歳で卒業すると、同年の秋から翌年にかけて、帝国博物館の移植を受けて、 大規模な小鴨社事業に参加、京都や奈良をめぐった。過激な日本画改革論者であった、岡倉天心には反対者も多く、1898年、岡倉は反対派に追われるように、東京美術学校校長を辞任した。当時、美工の教師をしていた、春草や大寛、寛山も、天心と行動を共にして、美工を去り、在野の美術団体である。 日本美術院の創設に参加した。その後春草は1903年には大観と共にインドへ渡航。1904年には岡倉、大観と共にアメリカへ渡り、ヨーロッパを経て翌年帰国した。1906年には日本美術院の伊通来店と共に同地へ移り住み、大観、観山らと共に制作をした。しかし、春草は眼病治療のため、 1908年には、東京へ戻り、代々木に住んだ。代表作、落葉は、当時はまだ郊外だった代々木近辺の雑木林が、モチーフになっている。1911年、満37歳の誕生日を目前にして、腎臓疾患のため死去した。兄の菱田溜吉は、東京物理学校教授。弟の菱田結蔵は、九州帝国大学、東京帝国大学教授。 黒木、猫春草、大観らは1900年前後から従来の日本画に欠かせなかった輪郭線を廃した無線描法を試みた。この実験的画法は世間の非難を呼び、朦朧体と揶揄された。菊地蔵、集計などが朦朧体の典型的作品である。1907年には、 漢の展覧会である文展の第1回展が開催されたが、この時出品した色彩点描技法を用いた剣首菩薩も手法の革新性のため、当時の審査員には理解されなかった。晩年の落葉は伝統的な屏風形式を用いながら空気遠近法を用いて日本画の世界に合理的な空間表現を実現した名作である。このように、 春草は伝統的な日本画の世界に様々な種類の斬新な技法を導入し近代日本画の発展に尽くした画家であり、転身も体感も彼の早すぎた死を嘆き悲しんだ。体感は晩年に至るまで自身が日本画の王やと褒められるたびに春草こそ本当の天才だ。もしもあいつが生きていたら俺なんかよりずっとうまいと語っていたという。 落葉1909年衛成分小僧を言い出し中の町の生誕地は公園として整備され2015年3月29日に菱田春草生誕地公園として開園した園内には聖火の縁側を再現した屋根付きのベンチのほか好んで描いた草花が植栽された庭園などが整備されている奈良県立美術館編集発行特別展奈良来山 岡倉天心、フェノロサが愛した、近代美術とならのび2015年4月11日、第13図。菱田俊奏、菊地道、菱田俊総、霊小女ゆきおの勝、滋賀県立近代美術館、菱田俊総、鹿、菱田俊総、夜桜、菱田俊総、夕の森、菱田俊総、聞きこり、ハット ABCDEFG 小林忠だし、 監修岡田美術館編集、発行、開館1周年記念展大館、春草、魚州と、日本美術院の画家たち2014年10月3日、ピアニッシも29から43。落葉滋賀県立近代美術館、姫路市立美術館データベースハット AB 吉野、石膏株式会社編集、発行印象者制作。 吉野石膏コレクション日本編2018年8月31日、ピアニッシも34から35、創造の厳選菱田春荘のスケッチーピアニッシも14、48から49、創造の厳選菱田春荘のスケッチーピアニッシも50から51に画像が掲載。長野県百科事典 P676、菱田春荘、春秋。 ハット AB 西川正史。春草生探知公演が完成イーダで29日オープン。中日新聞。ありがとうございます。